最終コーナーです。トップで5号艇の前田が旋回、2番手1号艇谷川、内側から差しハンドルは3号艇の倉持、本命取り返しています。2番手争い接戦で間もなくゴールを迎えます。先頭5番の前田咲、優勝の五輪、1番谷川、3番倉持、接戦で五輪、後ろ4番、2番、6番の順で五輪です。以上第12レース優勝戦でした。ただいまゴール判定中です。着順確定までどうぞ今しばらくお待ちくださいませ。ボートレース江戸川の優勝戦、一幕少しごちゃつきもありましたが、5号艇前田咲選手、5コースからのまくり差しが入ったようで、その前田選手が優勝ゴールです。前田選手にとってこれがデビュー初優勝、勝ち上がりの表情をご覧いただいております。前田選手おめでとうございます。ありがとうございます。初優勝、初優勝したんですよね。なんかまだ実感が分かんなくて、ちょっとすごい1マークもなんかくくり抜けた感じだったんですけど、でもまあ嬉しいです。なんかまあこれを糧にもうちょっとまあ次から A 級っていう表示にもなるので、もっといいレースができるように頑張ります、はい、もう流れもろともしないで素晴らしいターンでした。いやあっけないですね。こんな感じでいいんですか？いやでもまあエンジンもそんなに良くなかったんで、まあでも良かったと思います。ありがとうございます。本当おめでとうございます。たくさんの方応援してくれてましたよ。はい、そうでしたね。なんでまあ、ちょっと両サイドが伸びが怖かったんですけど、良かったです、はい、皆さん一言お願いします。二言でも。じゃあもうなんか優勝したのがまだ分かんないんで、ちょっと今日はいっぱい飲んでまたリプレイ見直して、でまた次も優勝できるように頑張ります。応援お願いします。はい、おめでとうございました。 ありがとうございました。綺麗な江戸川に投げられてください。なんか実感本当に湧かないです。これから。そうですね、これから、優勝いたしました前田咲選手、開けないですねと少しきょとんとした表情もありました。ただね、見事な初優勝です。